あ、すいません、いただけますか。はい、ありがとうございます。卵ふふ、エッグヤザーの無敵テレビ。どうやってみて。まあ、やってみたら意外と仕事って楽勝っすね。え、金稼ぐの意外と簡単し、まあ、楽勝っすね。じゃあこの調子で月20万円プレイ目指して頑張って。はい、どうも、エッグヤザー無敵テレビの、前田優也です。先ほど、人生初めての、バイトが終わり家に、帰宅したところです。まあ、バイトの内容としては、チラシ配りを、5時間勤務、1時間、休憩で、バイトを、終えました。いやー、まあね、疲れたのはもちろんなんですよ。足はまあバッキバキに、痛いですね。まあね、1日くらいだって、1日やって1日休憩してまた1日ねバイトするんであればまあ楽だったと思うんですが、実はね、明日明後日まあ3日連続チラシ配りを、しなきゃいけないというね、地獄の3日間にはまあなると思うんですが、なんでまあ3日連続に、ね、なったかというとですね、今日、面接がですね、朝10時になりまして、まあ、書類とかいろいろ、説明、書類とか書いていろいろ説明されるんですが、面接受かりたくてですね、その採用担当の方に人手が足りないか3日連続働いてくれっていう要求をね、要求をですね、まあ断れなくて OK してしまったんですがね、まあそのチラシ配りをしている、同じ会社の、チラシ配りをしている芸人さんがまあいろいろいるんですが、中にね、無敵メンバーの、ミカエルさんも、そこで働いてたっていうことでですね、いろいろね、会社からいろいろ要求されるだろうけど、そのちゃんと自分の意思をちゃんと断るときはちゃんと断るっていう意思表示をしないと、まあ、舐められるっていうことなんで、ミカエルさんの、助言を聞いて、まあちゃんと嫌なものは嫌だと、ちゃんと予定と予定入ってるとちゃんと言って、自分の働きたいペースで働きていきたいなって思います。それですね、まあなんで、27年間、バイトしなかった人間が、バイトを始めるっていうことになったかと、まあ経緯を、説明しますとですね、最近合コン、行きまして、まあ、普通はですね、自分のね欠点を隠して付き合って後々その欠点がバレて、それを別れるか続けるかってなると思うんですけど、で、まあ、相手の場合はですね、その一緒に合コンをした、新宝島の、田中さんがですね暴露をしたんですね。こいつ27年間もバイトしなかったんだぞっていう話になりまして、そしたらですね、合コンの、女性陣の方や、そして、先輩から、非難をね、たくさん浴びまして、まあ最終的にはですね、その、女性、合コンの女性、相手の女性の方がですね、その、ちゃんとね、バイトをね、3回、やったら、可愛い子連れてきてあげるから頑張りなさいっていうふうに、言われたんですけども、まあそれで、ね、まあ OK しちゃったんですけどね、まあ愛の力というか、まあそんなところでね頑張ろうということですね。まあこのね地獄の3日連続を乗り越える。登録よろしくのはね、まあ愛の力で、ね、乗り越えてやろうかなというふうに、思っております。それでは、これからもエッグヤザー無敵テレビと前田優也をよろしくお願いします。よろしく、バイ。